こんばんは。そう、こんばんは。ちょっと遅めの時間なんだけど、来てくれてありがとうございます。ありがとう。そう、今日はですね、こうなんでちょっと遅くなっちゃったかと言いますと、私はこう桜坂さんのこうツアーを代々木公園でやってらっしゃったね、そう見てきて、そうどうしても見たかったからちょっと見てきちゃってで、そのね、わがままを通すためにちょっと遅くなってしまいました。すいませんお、初見です。だってありがとう。そう、もうめっちゃ楽しかったです。本当になんかね、あの以前日向祭、日向坂さんのこうあのライブ、横浜スタジアムだっけでやってたのは、こうお仕事のね関係で見に行けなくて、そう光った、あーすごい光ってる、ありがとうございますそう、あのお仕事の関係で見に行けなかったから、こう桜坂さんのは見たいぞというか、そう思ってそう見に行ってきたんですけど、もうね、こう桜坂さんは3期生さんのお見立て会にも行かせていただいてて、だからね、それ以来、え、あれお見立て会いつだったんだろう、え、いつだったっけ、いつだったかな、ちょっと、そう、でもちょっと前、ちょっと前だよね、そう行ってきて、それ以来だったから、もうね、3月頭か、あ、3月4、5って書いてある、あ、そっかそっか、そう3期生さんのもうね、成長というか、もうめっちゃ可愛くて、もうびっくりしちゃって、なんかお見立て会の時もめっちゃ可愛いなと思ってびっくりしたんだけど、でもなんかやっぱ今日こうやってなんていうの、また見れてというか見に行かせていただいて、なんかびっくりするぐらいなんかより可愛くなってて、いやーびっくりしたもうね、幸せでした。もちろん1期生さん2期生さんもすごい素敵で、そうやっぱね、演出もかっこよくてさ、乃木坂のライブもすごい好きだけど、そうだね、桜さんもまだ日向さんのはこう見に行けてなくて、なんだかんだこういろいろかぶっちゃったりとかして見に行けてなかったから、また機会があったら見に行きたいなと思っておりますあ、こんばんは。お、すごい3期生さんとまだねちゃんと話せてなくて、あ、でもこの間谷口愛理ちゃんとちょっとだけ話しました、たまたま会ってね、そう可愛かったちっちゃかった。あとはそうだね、日向坂さんの4期生さんはなんか、そう3期生さんよりかはこうちょっとなんて言うんだろう、お話しする機会があったからお話しできたりして、そう2人なんか3期生さんも4期生さんも5期生ライブ来てくれて、なんか面白かったんですよ。これで誰か知ってるかな、そうあの2月の横浜アリーナで開催されたイレブンスイヤーバースデーライブの5期生ライブがあったんですけど、そこに3期生さんと4期生さんと来てくださって、で、ね、ずらってみんな並べられてそう挨拶をさせていただいたんですよ。でそこでね、井上と川崎は必殺技らしきものもやりましたし、あの紹介で桜坂さんにも渚ちゃんがいるじゃないですか、だから桜坂の凪です、乃木坂の凪ですって、なんかちょっと嬉しかったですそんな感じでございます。